はい、こんにちは、本日は和歌山県の高野山に来ております。で、高野山の今日は奥の院目指していくんですけれども、今日はこの奥の院まで行く道の高野山のちょうど端っこ、大門から、このでっかい赤い門、大門からスタートして奥の院を目指していきたいと思います。まあ、結構距離あるんですけど、まあ、途中たくさん写真撮るスポットあるんで撮りながら、行ってみたいと思います。では行ってきます。
はい、大門からですね、3、40分ぐらい歩いてようやく奥の院の方に着きました。で、まあここが一番、まあ、雰囲気のあるメジャースポットになるんですけど、まあ、この奥の院も入り口から結構距離があるんで、ずっとこういう杉のでっかいこの杉の木の道になってるんで、まあ、雰囲気すごく最高です。はい、到着しました。こちらが、奥の院です。でこの橋の先は撮影禁止となっているので、ここまでになります。
はい、以上が高野山になります。ここまでは最初歩いてきた大門からまあ1時間ぐらいですかね、歩いて結構距離があったので、まあ、結構疲れますねなんで、まあ、ここまで ここだけでいいっていうのならば、全然近くにも駐車場いっぱいあるんで、近くまで来てもらって、ここだけ来ていただいても全然大丈夫なんで、まあ、でも高野山全体的にすっごい楽しいところ、神秘的で、まあ、いっぱい写真も撮れるスポットがあるんで、ぜひおすすめなどで来てみてください。はい、またじゃあ次の動画よろしくお願いします。さよなら。